ぶんぶんハイチューどうも、松ッです今日紹介する商品はこちらチロールチョコシンゲン餅味イエーイウウということでこれ、セブンで買ってまいりましたもうね、あの僕、昔からシンゲン餅が、ね、大好きなんですよ 即行、ね、で買ってしまってねもう今食べてるんですけどもあのねやっぱ信玄餅っていうのは本当子供の頃から好きなんですよ大好きあのー、誰も誰しも一度食べたことあるかもしれないですけど一応ねそれでも信玄餅ってどういうものかということをあの説明しますとまああの山梨県のお土産みたいなんですけどあのー、まああの 簡単に言うとこうね餅ときな粉と黒蜜これをかけて食べるあの絡めて食べるという食べ物なんですけどもねこうしげ餅っていうのは、まあ、ビジュアルからいくとですねこういうこう必ずこうナイロンのこういう包み紙みたいのがあってその中にねこれこれくらいかなこれくらいのね大きさのそのトレーというかねそこにあのまあ餅が2つか。 もちお,お餅が2つと、ね、きのこがあきのこなきながこう敷き詰められてる状態でこう、はい、蓋がされててその上にボトルで黒水があるんですよねでそれをこうこのえっ、ー、とナイロンの風呂敷みたいなのでこう結んであってその結び目にこう用うがこう刺してあるとでこれがですね「信玄餅あるある」なんですけどもあれをあのいもう一切 きな粉を落とさずに食べれるやつゼロ人説というかあれをあれを完全にきれいに食べれるやつは多分この世にいないんじゃないかなというぐらいあの食べるのは結構難しいですこうやって黒蜜をかけてからこう餅を刺してこうやって、まあ、ちょっと僕の場合はねちょっと絡めたりしたいんですよ黒蜜をねもうその餅全体にこう行き渡らせたいというふうな。 ああの思いがあってそれでこうやるんですけども確実にねきな粉がこぼれるとこぼれなかったことがないんですよね僕今まで生きてきた中で信玄餅でねあれどうやって食べてもこぼれるように設計されてると思ってるんですよねだからまあだからこそのあのちょっと大きめのねそのビニールの風呂敷っていう意味もあるんかもしれないんですけどもどうですかあのうま,くうまく食べれる人いますあのね僕 まあ食べ方にもよると思うんですよ結構ね僕もねそのいろいろなんていうかなこぼれないようにどうしたらいいかとかちょっと考えてや試行錯誤してたこともあってまあこう普通にその黒蜜のボトルを取ってそれをかけようとするとまあそのボトルの型でちょうどね真ん中にへこみができてるじゃないですか溝がねちょっとうまい具合にその蓋のなんていうの形にきな粉がこう。 分かるでしょ言ってることあの形取られててそこにこう流し込むっていうのが多分一番オーソドックスなのかなと思うんですけどあの僕はでもそれだと絶対こぼれるんですよだか,だから僕はなんかこう二個もちあ餅ちが2個あるので1個と1個のちの間にこう黒蜜をこう注ぎ込むっていうあのそうするとこう黒蜜を注いだ普通に注いだ後にこにあんまり混ぜなくて済むと。 もうあらかじめこう浸透させるみたいなそう,そういうね、あのー、方法を取ったりもしたんですけどもあれは確実にこぼれますねうんあのー、無理ですはいボーイ